フランスの海外県レユニオンのビーチロックビーチロックは炭酸カルシウムの二カワケツ作用により海浜堆積物が二カワケツされてできる板状の石灰質の砂礫岩である。珊瑚礁のある砂浜にできることが多い。日本国内においてビーチロックは南西諸島に普遍的に見られるが能登半島や房総半島、四国や九州にも存在している。日本における ビーチロックの北限は、石川県珠洲市の淡津海岸とされる。また、和島市注ぎ海岸や千葉県立山に見られるビーチロックは、アルミとシリカからなるセメントで二川結ケされている。長崎県長崎市の脇見崎海岸に見られるビーチロックは、九州地方では最大であり、長崎県指定天然記念物となっている。 ビーチロックを日分はする炭酸カルシウムの起源については諸説あり、海水起源説、地下水起源説、微生物起源説などが提起、議論されてきた。近年では安定度を体いから炭酸カルシウムの起源を探る研究が行われている。また、ウレアーゼ活性を有する微生物によるセメントの積出も報告されている。北海道大学大学院教授の川崎亮は、 こうした尿素分解菌を使ったビーチロックの人工的形成実験に成功した。各地の海岸で土着の細菌を使えば反対運動を避けつつ、護岸などの強化、修復に応用できる可能性がある。ありがとうございます。